バプール遠藤航さん。チャンピオンズリーグ後半アディショナルタイム3分から途中出場。リバプールが欧州チャンピオンズリーグ白星発進。ミランに序盤被弾もセンターバックコンビで逆転2発。遠藤航も終盤チャンピオンズリーグデビュー。遠藤は最後デュエルの強さ見せて勝ってただろ。全然やれるよ。遠藤は悪くはないけど、あのロストは印象が悪い。試合に慣れてないのだろうけど、このままだと代表も心配になるね。さすがに強豪ミラン相手に主力遠藤を温存するわけにいかなかったか。チャンピオンズリーグデビューをね。まあ、出番は徐々に増えていくでしょ。もっとリーグでもチャンピオンズリーグでも遠藤見てえな。遠藤自身が今はこういう使われ方でもいいって思ってるならいいんじゃね。監督交代くらいしか劇的な変化は望めないと思うけど。まあ遠藤も本望やろ。遠藤がシーズン前言ってたようにアンカーポジションで競争して負けただけだししゃあない。遠藤は代表戦もそうだったけど、試合から離れてるせいかボールが足についてないんだよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。